はいどうも、なおちんです。さあ今日は妖怪ウォッチ4プラプラをやっていきます。よろしくお願いします。何から手をつけていいか分かんなかったんですけども、とりあえず大相撲の極閻魔場所、そして極雷電流場所か、そこがまだクリアしてなかったのでクリアしていきます。確かね、このね閻魔場所の極で覚醒閻魔に変身できるようになったと思うんだけどね。まあ、とりあえず今から、覚醒閻魔との対戦です。行ってみましょう。いきます。あ、ヌラリヒョンと一緒か。嫌だな。まあまあいいか。とりあえず戦っていきましょう。装備だよね、もらえるのって。装備で、覚醒閻魔ブレスだったっけをもらって、覚醒閻魔に変身できるようになりましたよね。ヌラリヒョンが強かったっけこいつ。まあまあまあ強いだろうね。オッケーオッケーオッケー。一気に押し出せれば無理か。うん、閻魔の方がまだ押し出しやすいかな。やっぱりグレート化してる子あんま近寄りたくないな。よし、いけ。いや無理か。やばいやばい、なんか必殺技来てない。あぶな。よし、なんとか。あ、トーマやられそう。でも大丈夫か。 OK、 いけた。 OK、 まずヌラリいけました。次覚醒閻魔。やっぱかっこいいね。覚醒閻魔にはなりたい。強さとしてはそうでもなかった気はするんだけどね。うん、耐久力は結構あるけども火力はそこまでだった気はする。やば、嘘。ちょっと待って待って待って、曲がるんかい。曲がってくんなって。よし、でもあと全員でボコっちゃえば勝てるはず。ちょっと待って、こいつらがいるから前に行けない。ちょっと待て。よし、 OK。 誰か回復して。無理、さすがの硬さ。よし、 OK、 倒せた。でこれで覚醒閻魔ブレスか、あれが入手できるんではないでしょうか。まずポイントですね。でガシャコインと、何もなし、ここじゃなかったか。あった、ここでした。ショップだ。ショップに覚醒閻魔ブレスが追加されるんだ。いや、この2つ欲しいけども、ポイントが77,000。いや全然足らんわ、全然足らん。まあ、ごっつあんポイントを、まだまだちょっと貯める必要がありそうですね。あと雷電流場所もあるので、そこ、いや、クリアしたところでそこまでポイントはたまらないぞ。まあこれちょっとゲットできるようにポイント貯めていきます。いや、まだまだ時間かかりそうだわ。はい、ということで、今日はですね、覚醒閻魔の、相撲場所ですね、あそこをクリアしました。アイテムは出たんだけどもポイントが全然足りません。はい、もう少し貯めていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。